はい、どうもこんにちは、ゆきおです。今回はですね、年末に募集したバーチャルガンプラオフ会ですね、そちらの作品群を見ていこうと思います。いやー、予想に反してね、かなりの数が集まりました。これほんと予想外でした。皆さんどうも、ありがとうございます。というわけで、見ていくんですがね、全部はねちょっとね一括で紹介はできないので、何回かに分けたいと思います。今回は第1回ってことですね。はい、というわけで、集まったね古い順から見ていきたいと思います。シェルフ順で見ていくので、後から追加で入れられた分も一つのシェルフとしてねまとめて紹介していきます。そしてですね、今回はもうほとんど、サムネイル数秒単位でしか紹介できないんですけど、気になるガンプラとかがあればね、概要欄にリンクを貼ってますので、そちらから、拡大画像などはご確認ください。まずは暗黒銀河皇帝バイキリンさんのシェルフを見ていきましょう。プラモ全般ということでね、ガンプラもしくはそれ以外のプラモがいろいろ載ってますね。ガルバルディリベイクとか、結構最近のものからサンダーグリッドマン、ミニプラですね。いろいろ盛りだくさんですね。ゴッドゼノンね、僕ねレビューした時にね、お腹のドリルがね前後間違ってたり、いろいろポカやれかしました。いや、あれ初見殺しでしょう。詳しくないとわからんって。あれダブルオスカイビルドダイバーズ系が多いみたいですね。そしてコイルさんのガンプラシェルフです。コイルさんはね、ガンプラの出来もさることながら、この画面の切り取り方っていうんですかね、描写がすごくリアルっていうか、いいですね。臨場感があります。動きのある絵って感じですね。シアクワンタ、アルケインはね僕も作ったんですけど、この発想はなかったですね。あー、かっこいい。野生味があふれるバルバドス。 G セルフはあんまり印象がないんですね、僕の中では。プラモンもほとんど買ってないですね。かなり重装備のやつだけ買ったんですけど、それだけですね。これもすごいですね。もうガンダムっぽさがほとんどなくなってます。この辺も気になってたんですけど、ね、結局手をつけずじまいでした。次はハットーさんのエアーマンですね。ズゴック改造のエアーマン、よくできてますよね。すごい。ハットーさんいつもコメントありがとうございます。次はアネリさんのガンプラ。うん、すごいリアルな塗装ですね。あ、この辺もね気になっとったんですけど、買わずじまいでしたね。ジェガン、グシオンリベイクも買って積んでます。あ、ムーンガンダムも気になってるんですけどね。次はひとしさんのプラモのシェルフですね。長谷川のマクロス、リアルですね。これはデルタですね。アーバレスト、ガンダムマーク2、リゼル。あ、これかっこいいね。バンシー、ニューガンダムはね友達が買って箱開けた瞬間に部品数の多さにそっと辞したっていうのを聞きましたね。これもすごいボリュームだよね。次はアルトンさんのガンプラかっこダグオンを見ていきましょう。これもね改造がすごい。もうどう見てもファイヤーダグオン。あのね、パーツ自体を見るとね、あ、これあれの部品だってわかるんですけど、よく見立ててますよね。うん、いや、すごい、本当にすごい。アルトンさんはね、ツイッターもやってるんで、
ツイッターにでかい画像とかも載ってるんで、よかったらそちらの方も見てください。シャドウダグオンもね、型がね、最近出たあれかな。ライアンもすごいね。この足とか見るとね、Gバウンサーだっていうのはわかるんですけど、うん、原型をとどめてないっていうか、いやー、手間がすごいね。キッドホイター。これもよく見るとダブルゼータの部品が使われてるんですよね。すごい。うん、パワーダゴン。合力ですね。これ最後のオープニングの、後期オープニングの最後の、ディ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 ンのところですよね。ポーズがそれですね。次は、正行武藤さんの食玩シェルフですね。ガリアンね。うん。ガリアンもね、ミニプラ買ったんですけど、僕は積んでます。いつ組もうかなって感じで。なかなかね、組む機会と腰を上げるのが重たいですね。やっぱこう見るとかっこいいですね。うん、いい。これ全塗装してるのかな？全塗装ですよね、これ。あ、Gフレームをね、塗るとやっぱ化けますよね。うん。リアルですね。次はユージ森川さんです。勇者シリーズが好きがきっかけで動画を拝見するようになりました。よければありがとうございます。勇者シリーズも大概、もう動画撮り終わってますけどね、まだ見てくれてたら嬉しいです。そうそう、スナップスね、あの画像の位置調整ができないんでね、このように結構画面からはみ出たりすることがあるんですよね。その辺はちょっと改善してほしいですよね。中心を選べたらいいんですけどね。僕もね、これで何点かこんな感じで見切れ画像になってるのがあり。次は岸政55さん。初めて動画を拝見いたしました。参加させていただきます。よろしくお願いします。いえ、こちらこそよろしくお願いします。ジムスナイパーですね。岸政さんはあれですね、物合いみたいなところを光らせるのが好きみたいですね。ミライトだっけ、100均かなんかで売ってるやつですよね。これね、使い道いいですよね。まあ、僕使ったことないんですけどね、真似して使ってみようかな。やっぱ物合いが光るとね、かっこいい。うん、いいですね。うん、メタリックがいい色出てますね。次は、桜城ジョージさんでいいのかな。いつも拝見してます。とりあえず過去に撮った作品を少し上げておきます。こちらもいつもね、コメントいただきありがとうございます。ミニプラのガオファイガーですね。なんかお店からの依頼で、ディスプレイ用に作ったらしいんですけど、すごいですね。艶消し塗装以外はほとんど手を入れてないっていうことならしいんですけど、うん、なんていうんですかね、仕事が丁寧というか、めっちゃ綺麗ですよね。あとは足のディテールをちょっと改造してるみたいです。詳しいところはね、実際にスナップスに飛んで確認してみてください。武装神器、武装神器はコナミから昔出てたシリーズですね。僕は全く買ったことないんで、どういう商品なのかわからないんですけど、結構人気ありましたね。周りでも買ってる人いましたわ。メタロッドシリーズはね、アニメだけ見ましたね。ゲームは全然やったことないですね。まあ、アニメは面白かったですね。後半というか、その続編のメタロッド魂っていうのが結構不評なんですけどね。僕は大好きでしたね。どっちも好きでした。ガガンガンは僕も買いましたね。僕も買いましたし、周りの友達もね、結構これ買ってましたよ。ガガンガンのスコープドッグだけ買ってましたね。アイアンリーガーはね、実は見てないんですよね。アイアンリーガー人気あるんでね、今度一括で見れる機会があれば見たいと思います。次はヘアークオールさんの、シェルフですね。いつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。
というわけでね、見ていきましょう。これね、鏡が見えるでしょう。ここのヘアクオールさんはね、理容室だそうです。店の中にこういう感じで置いてるんでしょうかね。すげえ、こんなリアルなガンプラがね、理容室の中にいきなり置いてあったら度肝抜きますけどね。宮崎市の、理容室らしいんで、近くの人は寄ってみてはいかがでしょうか。僕もね、近所にこういう店があったらね、もうすごい行きたいところなんですけど、ちょっと宮崎は遠いですね。このジムの縦についてるマークが目印ですね。近くの方は行ってみてはいかがでしょうか。ガンプラ好きのお客さんとか来たりしてるんでしょうかね。なんか楽しそう。なんか僕もね、芸能人の話とか振られたりしても分からんんですよね。ガンプラの話とかやったら全然 OK なんですけどね。いや、店の中にどの程度飾ってるんかとかすっげえ気になる。しかもね、素組みとかじゃなくて結構ガチな作品ですからね。次は、ヒロロアさんのガンプラシェルフですね。シナンジュ、結構ね、作り込まれたシナンジュみたいですけど、どうやら、自然災害で壊れたようですね。もったいないっすね。ここまで作り込んで壊れるとかなりへこみますね。デンドロビウムは作るだけも結構大変なんですけど、きちんと色塗ってますね。次は、ノジポンさんのシェルフですね。ガンプラのシェルフです。まずはアストレイレッドフレームと、そしてターン A ですね。 HGCC、 これはこの間出たやつですよね。これも作ってないですね。ダブルゼータも作ってないな。このユニコーンは、これはすぐみかな。ユニコーン、ユニコーンモードですね。サンドロック、これはエンドレスワルツのサンドロックかなですね。やっぱマントが似合いますね。紫で墨入れもいいですね。似合ってますね。ダブルゼータね、作らなあかんのですけどね。結構ボリュームがあってね、こう、なんていうんですかね、気構えがいるんですよね。やるぞっていう気持ちがないとなかなかできないですね。そしてこちらはガンプラ以外ですね。ことぶき屋のエヴァンゲリオン0号機。そしてスーパーミニプラのガオガイガー。ガオガイガーも作らなければ。キングジェイダーね、欲しいっすね。キングジェイダーが出た頃はまだミニプラ集めてなかったんでね、買い逃してます。次は猫の手先さんです。ガング魂っていう、ウェブブログですかね。そちらをやっておられる方です。かなりのね、ガング野郎ですよ。こちらはマスターグレードのガンダムのバージョン過渡期かな ?KA かな、説明が書かれてないのでわかんないですけど、多分そうですね。おっと、ちょっと YouTube の方の、通知が来てました。まあ、気にしないでください。マスターグレードガンダムバージョン KA ですね。そしてこちらはバスターガンダムですね。これも100分の1のやつかな。あのね、背景がとっても気になります。めっちゃ おもちゃが積み上がってるんかなと思ったけど、そうでもないですね。猫の手先さんぐらいになると部屋中おもちゃだらけなんかなと思ったんですけど、意外と玩具以外のものが映ってますね。関係ないことで申し訳ないです。次はトイズガオさんですね。よきよさんの動画から来ました。やり方がまだつかめていませんが、楽しんでいけたらと思います。よろしくお願いします。いえいえ、こちらこそよろしくお願いします。いつもお世話になっております。トイズガオさんも、動画レビューアーとしてね、 YouTube の方で活躍されております。この辺は僕もこの前作りましたね。そして
ボルホグを丸々使わないビッグボルホグからガンドーベル、ガングルーと。この辺は衝撃でしたね。これは、透明のやつはね、本当無色透明にしてほしかったですね。そしてイデオン。イデオンもね、今更ながら欲しい。この当時はまだミニプラとか集めてなかったですからね。最初期から集めてはったんですよね。すごいですね。先見の明があったというか。ああ、ゼーガペインね。ゼーガペインも組まずに積んでます。そのうち組んでみたいかな。そして、ガオガイガーからゴルディオンハンマー。これ、青島の金メッキバージョンですね。うん、この辺をまず買おうと思ったのがすごいですね。この辺はこの間、僕も動画に出しましたね。SP パックセットのペンシルランチャー、そしてイレイザーヘッド。イレイザーヘッドちょっと残念でしたね。1がね、うまいこといかないですよね。そしてキングジェイダー、風流、合流時、 SP パックもついてますね。おっと来ました、ミニ四駆。ミニ四駆もね、 OK ですよ。プラモですからね。この辺はおっさんホイホイですね。おっさんには懐かしい車種ですね。コロコロに載ってた漫画で活躍してました。そして最新作ワイルドライガーからの旧作ブレードライガー、そしてブレイブガムですね。ブレイブガムもね、続き出てほしかったんですけどね、うん、中途半端に終わりましたね。特にね、この辺はいいんですよ。まだグレートになれたから。問題はファイバードですね。ファイバードだけ出て合体用の穴もあるのに、グランバードが発売されずに終わってしまったというね。はい、ちょっとね、時間がかなりかかってしまったので、今回はこれで、一旦終了します。続きはね、また次回あげますので、よかったらそちらの方もご覧ください。はい、これ以外にもね、プラモデルやフィギュア、おもちゃの動画いろいろ上げておりますので、よかったらそちらの方もご覧ください。あとはチャンネル登録、高評価、コメントなどもお待ちしております。よろしくお願いします。では次の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。ゆきおでした。